人気アイドルグループ乃木坂46の新成人メンバー斉藤飛鳥、伊藤純奈、佐々木琴子、鈴木彩音、寺田蘭世、梅澤美波、田村慎介が11日、東京、乃木神社で、成人式を行った。午前中から、多くのファンが駆けつけ、歓声と拍手で祝われたメンバーたちは、あでやかな晴れ着姿を、お披露目した。アップショット、晴れ着姿で、成人式を行った、乃木坂46。斉藤飛鳥。ファンの声を参考にしたという赤の晴れ着に袖を通した。斉藤は、お前は二十歳だぞと言われている気持ちになって、実感はちゃんと湧きましたと姿勢を正しつつ、まだ子供なのかなと思う部分もあるので、いろいろわきまえつつ、まだ自然体でいていいのかなと、笑顔で話した。大人の仲間入りを果たしたメンバーたちは、乃木神社の絵馬に、新成人の抱負をしたためた。世界平和、寺田、常に感謝を忘れない、鈴木、表現力を高める、梅沢と、抱負が並ぶ中、一人異彩を放ったのは、飛鳥ちゃんと記した斉藤。報道陣から指摘されると、結構、真面目に書いたんですけど、と苦笑いしながら、名字で呼ばれることが苦手。現場で、飛鳥ちゃんと呼ばれるようになりたいと願望を明かしていた。また、同じく新成人のメンバー、和田まーやは、舞台スケジュールのため欠席した。以下、メンバーたちが語った、新成人の抱負。斉藤飛鳥、一期生。昨年8月に二十歳になったけど、以前となんら変わらない。変わらず平和に頑張っていけたら、いろんな方から吸収したいみたいな媚びを売ることも、覚えましたかっこ笑い。いやらしくない人になりたいですね。媚びを売ってもいやらしくない女性に。伊藤純奈、二期生。一人の大人として、しっかりと自覚を持ちつつ、年下の後輩、4期生に先輩らしくいろんなことを教えていきたい。私服では服を着るような女性になっていきたい。佐々木琴子、2期生。今年も充実した1年にしたい。声優の沢木美雪さんのような方になりたい。芯のある女性で、私生活も充実していて、仕事もしっかりやられている。憧れています。鈴木彩音、2期生。社会的にも、大人ということなので、客観的な視点を持って過ごしていきたい。ありのままの自分を好きになれる女性になりたいです。寺田蘭世、2期生。二十歳といってもアイドルのお仕事をさせてもらってる以上、可愛い面、面白い面を見せていきたい。乃木坂だからこその仕草や、成長した部分を見せられる年になれば、梅澤美波、3期生。ついこの間、二十歳になったばかり、まだあまり実感はないけど、今年は自分自身の力をもっとつけて、グループの力になりたい。去年以上に頑張りたい。どしっと構えていられるような女性になりたい。田村慎介、4期生。去年、乃木坂46の一員になったばかりで、まだわからないことだらけ。4期生の中では、頼れるお姉さん、乃木坂全体では、自分のできることから始めていきたい。